エドサルはアメリカ海軍の護衛駆逐艦。エドサル級の一番艦。艦名は、米西戦争で戦死した水兵、ノーマンエドサルにちなむ。その名を持つ艦としては二世紀目。エドサルは1942年7月2日に、テキサス州オレンジのコンソリデーティット鉄鋼会社で、寄港。1942年11月1日に、ベッシーエドサルブラー政府人によって、浸水。 1943年4月10日に艦長 E.C. ウッドワード少佐の指揮下収益する。エドサルはノーホークで訓練艦として1943年6月20日から8月6日まで護衛艦に乗り組む予定の兵士に対して教育を行い、その後マイアミデック選定訓練センターと共に訓練を行った。1944年3月に テキサス州ガルベストンで第59護衛部隊に配属され、タンカー船団に合流3月24日に帰還となる。エドサルはメキシコ湾からニューヨーク、ノーフォークへ及びニューファンドランド島のアージェンティアへの護衛任務を継続した。5月にバーミューダへ向けて出港し、イタリアの潜水艦を使用した対潜水艦船試験に参加する。 1944年7月1日から1945年6月3日まで、エドサルは大西洋航路で7回活動し、地中海及びイギリスへ向かう戦団の護衛任務に従事した。6回目の護衛任務でニューヨークからリバプールに向かう、途中の1945年4月10日、エドサルは両艦と共に衝突事故を起こした2隻のタンカーの救援に向かう。 エドサルは生存者の捜索と火災消火を支援した。1945年6月24日に太平洋へ向けて出港する。しかしながら、新珠湾で訓練の間に第二次世界大戦は終了し、エドサルは帰国する。フロリダ州グリーンケーブスプリングスで1946年6月11日に退役する。 エドサルは1968年6月1日に除籍され、1969年7月にスクラップとして売却された。ありがとうございます。